気づいたようだな。ここは牢獄さ。見ての通り地下牢ってとこだな。ビクビクするなよ、ただの死体さ。いちいち驚いたら身が持たないぞ。奥を見てみな、先客がたくさんいるぜ。フランは？抜け道を探してくるんだとさ。奴らのことならほっとけよ、巻き込まれるのがオチだぜ。水だってこれしかないんだ、無駄な体力使うなよ。お前の方が臭いって言ったのさ、この豚野郎。大丈夫かな。そんな場所ねえ。一人の顔も分からんとはな。たぐ、しつこい奴らだな。貴様のような薄汚い賞金稼ぎの手を借りなくとも我々だけで秩序を作れるのだ。ああ、よく聞こえねえな。バルフレアをやる前にお前をやってもいいんだぜ。その辺でやめておけ。閣下は有能なものであれば人種など気にされないお方だ。だが礼儀を知らない者にはそれなりの態度で臨まれよ。俺は領内を自由に行き来できるのは閣下のおかげ。そうだな。早いとこに入れないとまずいか。貴様には関係のないことだ、関わるな。探せ、この中にいるはずだ。武器が必要だな。you
奥の独居房に抜け道があるわ。ただしミストを感じるか。ったく裁判官っていうより処刑人だぜ。